スーパーライダーは日本の覆面レスラー。本名、渡辺祐一。現在は武道団体、政権進化影流競技館の館長。元プロ総合格闘家で、州都初代ウェルター級チャンピオン。栃木県足利市出身。1993年10月28日、パニツヨシアキが設立したプロレス団体、SPWF に仮面ライダー的マスクをかぶった。 覆面レスラーホッパーキングとして登場。野鳥の森東部福寿電駐車場で行われた工業で鶴見五郎、大谷剛志とタッグを組み、三浦白文、川端明陳、丸山翔一組を相手にデビュー戦を行った。その後、プロレスショップの助言を受けて、1996年1月25日の PWC 北沢タウンホール大会より、 リングネームをスーパーライダーに改名。1996年5月9日、PWC 後楽園ホール大会から仮面シュータースーパーライダーと再度改名する。しかし、仮面ライダーの著作権を持つ東映からの抗議を受け謝罪。その際、東映側は渡辺の意向を受けライダーの命名使用を検討。後日、佐山悟と共に再び東映に謝罪に出向き、 改めて仮面ライダーへの愛を伝え、1996年12月、東映より正式に命名使用許可をもらい正式に、プロレス版仮面ライダーとして活動する。1997年3月25日、DDT プロレスリングに参加。木村光一郎が奮する宇宙パワーと共に、旗揚げ機の DDT で強さの象徴として、訓練していた。しばらく欠場中だったが、 2004年3月20日の DDT プロレス7周年記念工業ジャージメント8に登場し、高木軍のピンチを救った。2005年6月9日、リアルジャパンプロレスに入団。確認できているマスクの種類ホッパーキング。ありがとうございます。